今回は違うぞという意味で、日本を怒ってるという意味を当然含めながら、強い制裁をと、それがないと北は言うことを聞かないと。事件があった、北の暴挙があったとしてもですね、これによって拉致問題の解決に対応の対応が遅れては絶対いけませんという態度で貫きます。日本が例えば独自で強い制裁を科したときに、北は今まで、日朝協議というその場をつなげてきた、これを遮断すると、もうやめたと、いうふうになるかもしれません。やはり北が本当に困ると、拉致被害者を返さないと、自らの国がどう、うん、大変なことになるよという、そういった判断ができる状態を作ってあげないといけないと。尖閣と言っておりますけども、実権というのは国連の一応約束っていうものをもう完全に破ってですね、国際的にも本当に大変なことを平然とやっているわけで、そのような国はやっぱり何の罪もない人たちを連れて行って、向こうの言いなりに成長させて、そしていろんなことに使っているという、そういうことを含めて大きな罪を犯している国なんだということが、世界中にもうはっきりと明らかにもなってるわけなんで、もう本当多くの国が一つになって力を合わせて、今こそやっていただきたいと私は願っております。